皆さん、こんにちは。今週もギブギブギブラジオ番組の時間が参りました。パーソナリティの伊藤奈と申します。今週もよろしくお願いします。今日はですね、前回ですね、一度出ていただいた弁理士の山田さんに再びお越しいただきました。山田さん、またよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。今日はですね、8月3日なんですけど、まあ世間で言うとね、夏休みという言い方をするんですが、山田さんこと山さんは、夏休みっていうのは取られてらっしゃるんですか？そうですね、去年まで会社員だったので取ってましたけど、あ、今なる年ほど。はまあ、ちょくちなるほど。ょくどっかで休み取って遊びに行こうかなと思ってます。ああ、そうなんですね。はい、あ。こうね、会社員からね、独立されて、まあ、いろいろ多岐にわたってね、ご活躍されていらっしゃいますけども、なんか、休みの日って、なんか、どんな形で過ごされていらっしゃるんですか？休みはですね、時期にもよるんですけど、寒い時期とか、まあ、暑い時に涼しいところでキャンプしたりとかして、まあ、おー、一キャンプ。日中も本当にゆっくり過ごすっていう日々を。ああ、一人キャンプですね。つまり。そうですね。ああ、なるほど。じゃあ結構お手軽にこう、行けるところにこう、行くような感じなんですか？そうですね。知り合いと行くときは車で行きますけど、だけ一人で行くときはもう、バックパック、リュック担いで行くって感じですね。そうなんですね。はい。ちなみにそういったキャンプは昔から結構やってらっしゃったんですか？そうですね。もう3、4年前ぐらいから。ああ、そうなんですね。じゃあ、お勤めしてた時は、まあ多分土日が休みだったと思うんですけど、じゃあそういう時にプラッと出かけたりとか。そうですね。昔は家族と行ってましたけれども、おお、はいはいはい。子供たちも大きくなると一緒に来てくれないので、いなきるなほりど、なはるほど。一人で行くって感じになってますね。ああ、行ってらっしゃいってことですね。はい。ああ、なるほど、なるほど、なるほど。ああ、そうですか、そうですか。ただ、こう、目的持って行かれたりとかってあるんですか？その魚釣りしたいだとか。あ、それはないですね。あ、もうなし本当に。に一日ぼーっとする日を作るって感じですかね。ああ、なるほど、なるほど。こう、普段ね、やっぱお忙しい中で、こうね、いらっしゃるから、こう、もう自然豊かなところで、こう一日ずっといるのって、それ大事ですよね。ああ、なるほど。近々だと、いつ行かれたとかあるんですか？最近ですか？先月行きましたね。なるほど、なるほど。はい、じゃあ、こう、まあ、予定が空いてる時に、あ、こう、そふうでらっすね。と行かれたっていう感じですね。先週とか、まあ、行きたかったんですけど、なかなか休みが取れなくて、そうですね。大だからね、体、そうですね、3連休とか、狙って。なそうるすほるど、と、なるほど、なる旅ほど。がずっと一日朝から夜までいるので。ああ、3年期確かにいいかもしれませんね。こうね、狙っていくっていうのはね。はあ、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 はあ。ああ。なんか場所はもうあれですか、神奈川とか山梨とか、もう大体決まってる場所に行かれるんですか？昔はそうですね、決まってたとこ行ってましたけど、今はもう、電車とバスで行けるところとか、あ、なるほど、なる車ほど。で友達と行くときは、ふらっと行けるところを行ってますね。なるほど、なるほど、なるほはい。ど。あ、そうなんですね。ああ。じゃあ、実際一人こう、まあ、ゆっくりしながら、まあ、ちょっと、肉焼いちゃったりとか、まあ、野菜焼いちゃったりとか、いうのも、まあ、まあ、自分の、まあ、やりたい時にやれるっていうのはいいあ、でそうすよです。ね。へえ、なんか焼き方にもこだわりがありそうですね。
荷物たくさん持っていけ、まあね、車持ってたときは、もういっぱい荷物持ってきたんであれなんですけど、まあ、現地調達っていう、例えば、何ですかね、ペグを持っていかないで、大きな石があったら、それをで固定するとか。ああ、なるほど、なるほど、なるほど。はい、とかですね。ああ、そうですね。はい。今ね、本当道具もね、進化して、だいぶ楽になりましたよね。そうなんですよ。こだわりじゃないんですけど、バックパックで行くんで。ああ、はい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 。普通じゃなくて、チタンですね。ああ、チタンで。ああ。なるほど、なるほど。もうそれもかなりこう、もう、熟達した技がこう、出ていくわけですね。いやー、チタン、軽くて丈夫なんで。確かに確かに。もう本当に軽量化で行くっていう方にはすごく向いてると思います。そうですよね。やっぱこう、荷物に、ね、なっちゃうっていうのは、どうしてもね、こう、行くのは楽しいんですけどね。はい、こう特に車じゃなく電車バスで行くとなると、やっぱり極力ね、こう軽く軽く軽くしたいですよね。はい、なるほど、なるほど。じゃあ、ね、ゆっくりこうね、過ごされて、まあ、楽しい時間になるかと思うんですけども、はい。こう、山さんならではの、こう、キャンプの仕方っていうのはどんな、感じなんですか？その、まあ、一日ぼーっとクラスもあるとは思うんですけど、だからこう、はい、午前中こんなことやるかとか、午後こんなことやるかとか、そういった何か目的とかってあったりするんですか？基本的には夜は早く寝ます。あ、早く寝ます。10時くらいには寝ちゃいますね。なるほど、なるほど、なるほど。そこに合わせた、起き方をします。例えば、私行くところはだいたい朝8時半から入れるようなところに行っても、スタートから1日目からゆっくりできるようにしちゃうので、だいたい行ってですね、1時間かからないぐらいでもう設営とか周りの準備とか、薪とかも全部買ってきたりとかして準備して。はい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 。そこからだいたいまず1本目ビール飲んで大事ですね。はい、大事です。準備が終わった後のビールは美味しいですね。だから電車バスなんですね。はい、そこで、まあ、寒い時期も、あったかい時期も同じなんですけど、今、薪、火つけて、はいはい、でそこから料理をどうするかなって考えますね。はい、ああ、なるほど。やっぱりメインは肉。はい、肉ですね。初日はもう肉。肉。肉。はい、なんか、何牛とか何豚肉がいいとかってあるのさ。ああ、最近牛肉って胃がもたれるんで、あんまりたくさん食べると。ああ、まあ、いい年齢になったってことですね、はい、お互いね。少量ですね、持って行っても。大体、うん、鶏肉を、まあ、焼き鳥とか、あと、豚とかですかね。はい。ですね。でね、トリームね、こう、野菜袋でかぶせてね、もう、はい、もう、ロマンチックですよね。そうです。骨付きとかは、ね、あれを味付けして。ああ、いいですね。ちょっとね、お腹空いてきちゃいましたね、なんかね。さっきね、ご飯食べたばっかなんですよ、実は。ちょっと今、ぐーってちょっとなっちゃいました、今話聞いたら。ビール飲みながらだともう焼き上がるのを待ちますよね。でも、焼き方も結構こだわりがあって。ああ、はいはいはい。で、皮の部分は強く焦げるように焼いて、はいはい。やってますね。あ、いいですね。ちょっとしたね、こう焦げっていうか、コロッとしたあのね、カリカリ感がね、たまらんすよね。はい。ああ。じゃあ野菜とかもこだわりあるんじゃないですか？肉とか、ね、もう、やっぱりアクセントつけるんで野菜も やると思うんですけど、うん、野菜はですね、基本焼かないです。焼くとしたら、エリンギとかアスパラですね。ああ、美味しいですね、エリンギ、アスパラ。はい、
アスパラとかも丸ごと太いのを焼くと、中がジューシーで水分残ってるとすごく甘いですからね。ああ、美味しいですね。本当ね、前すごいでかいアスパラでやったことありますけど、本当に美味しかったです、あれはね。ですね。もうそれに肉ね。エビにも大体、スライスするんじゃなくて、もう本当に半分に切るか丸ごと一本で。切って、なるほど、一本で。はい。やると、中に水分残ってて、美味しいです。うん、極意ですね。山さん流の。バーベキューの時は、まあ、こう基本、うん、その2つは欠かせないですね。じゃあ、あれなんですか、そのご友人とか、まあ、バイティアは前のその会社で、まあ、ちょっとバーベキュー大会ってあったと思うんですけど、気がついたら焼いてるのは山さんだったりしません？あ、基本そうですね、焼いてるのは。まあ、見なくて、くれって言って。そうですね、火つけてから、ずっと焼いてて。僕はもうお酒飲んでるだけでした。飲んでる、こう、ね、飲んで焼いてる。あれ、焼いてる人って、ね、こうで、ね、特権がありますよね。ちょっといい肉をがめといて、あ、これ、怒られちゃうな。あの、みんながお腹いっぱいだったら、ちょっと、自分用にね、っていうね。大体ですね、最後に余るので、それを食べなきゃいけないっていう感じです。ああ、そうですね。今、焼く係のね、この特権ではありますよね。ね、楽しみながら、飲みながら、まあ、トークしながら、もうだから山さんがこう伸びながら、トークしながら焼いてる姿がもう目に浮かびます、今。日本でも一等そうですね、焼いてばっかりなんで、うん、お酒飲んでるだけです。ああ、それだけ本当にいいですもんね。はい。で、それちょっと、ね、最後に、この状態で食べるので、酔いは冷めます、ね。どうどちょっとね、大人数で行くときも楽しめますし、もちろん一人でもね、こう楽しめますし、こう、一人行ったときって、その他の方も多分一人いる方多いと思うんですけど、そこってなんかこう、会話するとかそういうのってあったりするんですか？人によりますね。あ、そうなんですか、ね、なんか一人で行った方って結局自分の世界観を作りたい方が多くて、はい。よく喋るのは2人組で来た人と喋ったりとかしますけど、なるほど。あんまり喋んないですね。あ、で、そこはもうお互いこう、まあ、保ちながら、まあ、黙々と。自分のやりたいようにやりたくて、まあ僕もそれだから一人で行くんですけど。ああ、なるほど。だからね、ただ、まあ、ずっと喋りかけてくると喋りますけどね。だからね、そんな、ね、イメージが、ね、ありますよ。なんかいろんな方にこうね、ちょっと会話しながら楽しいです、そんなイメージがね。一人行ったけど、実は一人じゃなかったとかね。あ、そうです。それも楽しいですよね。その日、そのだけのね、あの、お付き合いとかね、ちょっと名前任さずにこうね、あの、話すっていうのはまた面白いかもしれませんね。面白いですね。いろんな話できますね。ある意味、こう、正体ね、その時で正体ばらすんですか？僕こんなことやってますかとか。あ、言わないです。ああ、まあ出身地ぐらいですか、言うのは。はい。相手から聞かれたら言われる場合もありますけど。ああ、じゃあもうひたすら正体隠して。そうです。はい。大体の車とかで友達とかと行くと車のナンバーとかでバレちゃうので。確かに。あ、そうですよね。その多摩ナンバーとかね。はい、そうですね。と、所沢ナンバーが言うと、まあ、大体ね、もう、分かっちゃいますからね。はい。確かに。じゃあ結構ね、いろんなね、やっぱりエリアからもね、来られたりするから、それはそれでまたね、あ、ちょっと違ったナンバーの方が来るとかね、それはそれでまた、面白かったりしますからね。本当は一人とか二人、まあ、二人も結構最近、はい、と思います。一人で来るようなキャンプ場を探したいですね。そのキャンプっていうのは、なるほど、というのは、はい、夜みんな騒いでるんですよ。なるほど。それだと皆さん出るの早いんで。なるほど。翌朝に備えてね、こう、あの
一人だとほとんど、まあ、家にいるとほとんど遅いと思うんですよ。はい。10時から寝ることってないと思うんですけど。はいはい、ああ、そうですね。だいたい10時ごろに寝て5時とか6時に起きて、暖取って、コーヒー飲みながら、っていうのが、本当は、その日間送りたいけど、いいですね。まあ、夜のサイトですね。朝眠っちゃうんですね。まあ、それありますよね。はい、ああ、でもいいですね。朝5時に起きて、こう、で、森林のこう音を聞きながら、コーヒーをこう、すすって。ああ、至極な時間ですね。いいね。ああ、そういうやっぱ時間作らなきゃいけないですね、人間はね。そうですね。うん、そう。伊藤さんとかされないですか？そうですね。うち自宅でやれちゃったりするんですよ、実は。そう。だからそれがまた困っちゃったりするんですけど、結構近隣の方が集まってきちゃったりとか。ああ、なるほど。はい。はい。やっぱ田舎なんで、はい。どっからやってみんなが集まるっていう。呼ぶんじゃないんですか？そうなんです。ただ、ね、やっぱり、ちょっと足伸ばすと、やっぱりいい河原があったりするので、やっぱそこだとね、水遊びとかね、子供たちがね、できたりとか、うんうんうん、するので、それでね、よかったりとか、うん、あと、まあ、秩父の方にバンガローがあったりとかするので、ああ、はいはい。うん、まあ、そこは、その、まあ、団体行ったりとかね、すると、うん、すごくよかったりとか、するんですけど、だから、私はね、結局ね、焼き係なんです。なんか気がついたら焼いてるっていうね。そう、誰も焼かないから、もうしょうがねえや、ということで。みんなくちゃべってばっかりいて、あれも焼かないんで、で、子供たちお腹すいたり出すから、もうしょうがねえや、ということで、大体そんなパターンがもう定着してるっていう。確かにそうですね。まあ、焼きそばとか焼き始めたらすごい集まってきますもんね。ねえ、そうなんですよね。そうなんですよね。もう子供たちね、あれ入れよ、これ入れよとかね、こう言ってくるんで、ああ、わかったわかったわかったって言うとね、もうぐだらけになっちゃったりとかね。いらねえとかで、ね、いらねえとか言って、あの、おいおい、おいおい、おいおい、どうなんだよとかね、あったりとか。ああ、そういうのね、楽しいですね。こう、みんながね、こう食べて、笑顔になってる瞬間を見ると、あ、こっちも、ああ、やっててよかったなって。あ、うん、ちゃんね、ビール片手にね、あれですけど。うん、だから一人でやると本当にゆっくり飲めるので、ワイン持って行ったり焼酎持って行ったり日本酒持って行ったりとかいろいろできるので、あ、じゃあそのもう決めつけの一本持ってってそれ一つ飲むとか、はい、あ、確かにそれいいかもしれませんね、はい、焼酎とか僕容器に入れて持ってきますね。あ、なるほどなるほどなるほど。ちなみに焼酎はあれですか、割る派なんですか、それ僕派なんですか。時と場合ですね。ああ、でもなるほど。ランプ場行くと、はいはい、お湯割りしてます。あ、なるほど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 。はい。そうなんですね。ちょっと便利なのを見つけて、はい、100均にトーチが売ってるんですよ、ちっちゃいやつ。あ、そうなんですね。これぐらいの人。これぐらいの。はいはいはい。で、はいはい、それに気つけて、上に、はいはい、あの、お湯沸かせるようなコップに水。ああ、なるほど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 。それを押していけばいいので。はい、なるほど、なるほど。ああ、それいいですね。はい。じゃあね、ちょっとまあね、場合によってはね、お湯が作れるってことはカップラーメンとかね、できちゃったりとかね、ね、しますしね、うん。はい。またね、こう、キャンプ場で食べるカップラーメン、美味しいんでしょうね、きっとね。ああ、美味しいです。特に冬とかね、はい、担ぐといいんですけど場所取るんですよ、はい、あ、はい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 、大体あの乾麺、はいはいはい、はい、あの容器に突っ込んで、なるほど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 、なるほど、鍋の方が多いです。かさばりますもんね、あれね、はあ、はい、なるほど、やっぱコツがあるってことですね。キャンプ場で僕、ゴミを出さない、やり、ゴミをあんまり出したくないので、はい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 。ゴミを出さないような、まあ、例えば自分で日記とか用意するのも、食べる分だけ持っていくとか。ああ、確かに確かに、そうですよね。うん。
そこに行っちゃえばいいわけですよ持って帰るのが嫌なんですね。ああ、もうそこで消費してね、もう帰りはもうほんと軽くですね。そうです。もう荷物が減ってよかったよかったってね。ああ、確かに確かに。車だと関係ないから、多分そんなこと気にしないんですけど、結構考えるようになりますね。ああ、だからこそ電車バスで行くの大事なんですね。こう、いそかにこう省力化して、だけど必要なものは持っていくっていう。うです。それはね、仕事にもつながるそうですね。最低限の努力で最大の結果をね、得られるっていうね。その、プライベートも仕事もとても大事なことですもんね。大事ですね。そうですね。車だと確かそうなんですよね。もう何でも入れちゃえってね、こうってね。確かそうに、です。ね、溢れんばかりになっちゃうってね。まあ、よくあるパターンなんですけど、使いもしないのに、ね、こう、ボール持って行ったりとかね。絶対使わない分かってるんですけど、使うかもしれないっていう、誰かが言った途端に入ってたりとかね。そうですね。大体大人数でバーベキューやるとすごく余るじゃないですか。そうなんですよね。やっぱりこれを考えて余らないように食べるっていうのは結構大事頭使うかな。です。大事そですよの時にね。足らなくなった場合に焼きそばを作るとか、考え方でだいぶそれかもしれないですね。ああ、そうですよね。もう焼きそば作るのありきじゃなく、もう本当にちょっと、なんなかったら付け足すような。そうです、そうです。私がね、やっぱいいんでしょうね。まあ、これ聞いてらっしゃる方はね、まあ、今、山さん流の一人キャンプの極意が、こう、つららに、赤裸々に語られてますので、皆さん、要チェックです、これは。動画で、何回でも見れますんで。だから、こうで、ね、オープンしちゃってよかったですか？山さん流のキャンプの過ごし方。でもほとんど話してないですけど、僕大体現地で薪とかも調達することあるんで、拾ってきて切って、ああ、切って。で、それを燃やしてっていうのもやってますんで、じゃあ、本当まあ、おすすめでこう、きて。不慣れな方が行っても、山さんもいれば、もう言葉は手取り足取り教えてくる、もう先生みたいな存在ですね。実際頭にバこーだベわりがあるんで、テントとあ、かこれ持ってた方がいいですよと。そうです僕ね。が持ってるテントは1.4キロなんで、すごく軽いです。ああ、なるほど。あ、それは軽いですね。もっと軽いのだと1キロ切ってる、まあ、登山用のとかもありますけど、へえ、本当一に路切る距離のがが。入るだけですね。なんかね、本当軽ければ軽いほどいいって言いますけど、ね、今パソコンもだんだん軽くなってますけど、キャンプそう用で品す。もね、まさしく同じですよね。軽量化、スリム化。多分僕が持ってるテントは普通のノート PC より軽いです。一見。じゃ、全然もうテーブルに持ち行けますもんね。それぐらいしたら。いけます。ね。もうテント張って15分ぐらいで枯れちゃいますね。おー、素晴らしいです。まあ、あれ結構ね、慣れないと大変ですよね。大変ですね。そう、簡単のね、ターパーとかありますけど、あれとか重いですもんね。パパ覚あれも車じゃ無理ですもんね。やっぱテントででもこう、持っぐてじぐきじ。ますよ。バックパックで。あそれれもも軽ね。量化のやつを使って。そういうことなんですね。あれまたね、しまうのもね、大変だったりしますもんね。今の大こう、ねえ、こう、なんかね、ちょっとしたコツがね、こう、ね、このコツが、ちょっと、ないと、ちょっとで、ね、永遠にこうね、やんなきゃいけないとか。変です。そうです、そうです。あったりとかね、なんですけど。いや、そう言ってきて、私たまにね、ハマることなんですよ、あれ。あれ、なかなか入んないなと思って。あれ、おかしいなと思って、誰かやったらスポッと入っちゃったりとかね、あれ、私何やってたんだろうっていう 悲しい瞬間が。
あったりするんですけど。はい。面白いですね。いやいやいや、今日ね、こう、山さんとこういうね、話や、まあ、実はね、前から、まあ、知ってたから、まあ、こういう話をちょっと持ちかけたってはあるんですけども、ね、これからね、やっぱりこう、キャンプのね、季節に、やっぱりなっていきますので、皆さんならではのね、こう、キャンプの過ごし方の、なんか、きっかけとしてね、こう、山さん中の、キャンプの過ごし方、一人キャンプの過ごし方などね、皆さんちょっと、やってみてもいかがかなと。で、気がついたら隣に、あ、どっか見た方がいるなと思って、見たら、あ、山田さんだーっていうふうに、ぜひね、お声かけていただけると嬉しいかなというふうに思っております。はい。そう。で、これね、前もそうだったんですけど、実はですね、もうこういう話するってことは、もうエンディングが近づいそてまいりまして、早いんですよ、本当。はうですか、早いっすね。い。はい。ね、まあ、一回に出ていただいたから分かると思うんですけども、本当にね、こう、最初の10分からが早いですね、もう。最初はね、ちょっとね、タイムキーパーで時計見ながらやってるんですけど、そう、5分から10分が結構、ね、長い感じですけど、そっからがね、もう間隔3分なんですよ、私。ああ、もう、っていうね、感じで。まあ、それだけ、やっぱり楽しく話させていただいてってもあるのかもしれませんし、今日はね、山田さんの、こう、趣味とね、人となりが、さらにこう、わかる回になったんで、私としてもすごく嬉しいなって思ってます。はありがとうございます。ね、山田さんにはね、また他にもいろんな趣味がね、ありますんで、またちょっと、時間を空けて、まあ、冬の時期になります。多分、今度冬に近い時期になると思うんですけど、また冬ならではの、またね、山さんなりのご趣味がありますので、まあ、さっきちょうどっと出たかと思うんですけど、まあ、それもまたね、お話ができればなと思っております。はい。そんな形で、皆さんね、良い夏を、過ごしていただくために、まあ、ぜひね、キャンプを一度やってみてはいかがでしょうか。形で、この番組は今日も締めさせていただきたいと思います。はい。じゃあ、山田さん、今日は本当にありがとうございました。ありがとうございます。さあ、またお願いしまーす。じゃあ、すいません。失礼しまはい、ーす。失礼します。はーい。